山手貨物線で臨時列車が運行されました。JR 東日本は、今日7日、山手貨物線大崎から新宿間で、E231 系、E233 系による臨時列車を運転しました。JR 東日本では、今日7日から、明日8日まで、渋谷駅で、大規模な改良工事を行っています。線路切り替え工事により、山手線外回り、大崎から池袋間が終日運休となります。このため、山手線内回り、埼京線、湘南新宿ラインで混雑が見込まれることから、大崎から新宿間では、臨時列車が運転されました。臨時列車は、山手貨物線内、大崎、恵比寿、渋谷、新宿の4駅に停車します。6時台から23時台までに、約45分間隔で、17.5 往復運転されます。車両は、15両編成の E231 系、E233 系3000番台が使用されました。臨時幕での運行となります。なお、グリーン車は営業しておらず、通路扱いとなっています。山手貨物線大崎から新宿間での臨時列車は、明日8日にも運行を予定しているということです。JR 東日本では、臨時列車の運行のほか、埼京線の増発、他社線への振り替え輸送も行っています。これで、1月7日の KAB ニュースを終わります。